都心から近いのに田畑が数多く残っている調布。調布で作られた調布市農産物直売所マップができました。マップを作られた調布市農政課の山口さんにお話を伺います。調布市内には野菜や果物、お花などを農家の庭先などで販売する直売所が多くあります。そんな身近にある直売所を市民の方々にもっと知っていただき、新鮮で安心安全な採れたての市内産野菜をたくさんお買い求めいただけるようにこのマップを作成しました。近くで新鮮な安い野菜を買えるっていいですね。皆さんもどうぞご利用ください。